どうも、ハイチです。今日は7月の最終日、31日ですね。意図的に午前中に投稿しております。冒頭にもちょっとコメントと言葉が出てると思うんですけど、カツを入れてくれというリクエストがありましたので、まあこのタイミングで撮ろうとは思ってたから、事前にね、撮っていきます。興味ない方はここで止めましょう。気分害するかもしれないからね。では参りましょう。7月、まあ、約10日間、まあ、学校とか地域によっても変わると思いますけど、10日間夏休み過ぎましたよね。どうでした？はい。どうだった？うまくいった？まあ、契約を立てた方もね、いらっしゃると思うんですけど、それ通りうまくいってる方もいらっしゃれば、全然ダメだと。ね、もう私ダメだっていうね、その後悔の念に駆られてる方もいらっしゃると思います。で、結構10日経ちますよね。経ったじゃないですか、約。で、8月に入ると、これね、実感、共感してもらえると思うんだけど、8月に入ると夏休みって早いんですよ。あっという間に過ぎるんだよね。あれ、もうお盆みたいな。もう20日過ぎてるみたいな感じになってくるから、今日までうまくいかなかった方っていうのは焦り始めます。なぜかっていうと、8月になったらすぐ、感覚的にね、すぐどんどん過ぎていくっていう焦りが分かってるから。で、それに乗って、自分もうこのままダメダメでいくんじゃないみたいな感じで焦ってくるんですよ。で、それとともに、自分なんかどうせダメじゃんって。計画を立てたってその通りやんないし、みたいな。になってくるんですけど、明日から8月です。月をまたぐ瞬間っていうのは、いい意味でリセットができる。キャンセルするの、7月ダメダメだったかもしれないけど、いいのもう。過去は変えらんないから。いいかい？もしかしたらダメダメかもしれない。俺は見てないけど、みんなのこと。わかんないけど、ダメダメかもしれないけど、いいじゃん、もう過ぎ去ったことは。過去は変えらんないけど、今と未来は変えれるの、自分の力で。だから今日までダメダメでも、8月がダメダメかはわからないんだって。これからのみんな次第だから。で、じゃあ明日から頑張ろうぜじゃなくって、なんで今日午前中投稿したかっていうと、今日の午後から頑張るの。いや、明日からじゃない。今日から頑張る。もちろん午後予定入ってる方、この動画を見たのがもう8月の方もいらっしゃるかもしれない。でも、8月の方も、まず今日、この動画を見たこの後から、今日からやる。今日から変えるの。で、もしかしたら今まで契約を立てたもの、全然できなかったと。その量が多いのかもしれない。みんなにとっては。それをもう一回見つめ直すいい機会でもある。ので、もう一回契約を立て直しましょう。ね。前も言いましたけど、たくさんの予定を立てる、ここまでやるって言ってたけど、これしかできなかった。これよりも、これしかやらないって言わなかったけど、しっかりこれをやってること、この方が伸びるんだって。だからもう一回自分の身の丈に合わせて、しっかり契約を立てる。やれる量を立てる、ちゃんと。で、それを今日からやっていこう。今日の夜気づいたのが遅かったら、1ページ、1問、5問、いいそれでも。多少でもいい、10分でも構わないよ、勉強するの。でもやることが大事、今日から。で、明日からしっかり違う自分になって、ね。で、8月の31、まあ、夏休み最終日がね、その日かわからないけど、夏休みの最終日に、あ、ちょっと違ったな、8月私って。あ、俺ちょっと8月頑張ったんじゃねって、思う、みんなになってほしい。いい？そうやって変わった子も見てきたけど、そうなれなかった子もたくさん見てきたから、自分の力不足もあるけどね、俺のね。そう。だから、そうなってほしくないの。で、やっぱり夏休みを無駄にする、棒に振ってしまうと、9月からきついっす。大学受験の子は特に。もちろん高校受験の子もそう。なんでかっていうと、学校始まるからね。新しい勉強始まるんだよ。それも受験に出るんだよ。それを勉強しながら復習するんだよ。夏休みこんだけ時間あったのにやらなかったら、勉強、新しいのを始めながらさらに復習なんてもっと厳しくなる。だから今がチャンスなんだって。いい？ぜひ、ちょっとね、嫌な風に聞こえるかもしれないけど、8月終わった時、夏休み終わった時に、今持ってる気持ちより全然前向きな気持ちで、8月を終われるように、ここでスイッチ切り替えて、今日からね、今日から、ぜひ、頑張っていきましょう。ね。動画を撮ることとか、応援することしか本当できないんですけど、綺麗事に聞こえるかもしれないけど、マジで応援してるから、本当に。いい。みんなが、特に受験生は、受かったって、合格したって、1月、2月、3月にね、言ってくれるように、その報告を待ってるから、俺。そう。それが俺のね、喜びだから。そう。それは自分のね、あれだけど、俺の、なんだろう、満足、ただのね、自己中な意見になっちゃうけど。でも待ってるからさ。だからぜひ頑張ってください。応援してますんで。はい。という感じで、以上です。ありがとうございました。